じゃあ今日はここまで。みんなお疲れ様。仕事頑張れよ、アシア、ユヒ。うん、バイバイ、二人とも。はいはい。またお越しください。つばらくん、ゆいひ、それが済んだらこっちにおいで。少し休憩しよう。あいあい。
最近慌ただしくてよくないな。そりゃ客商売だもの、顔に出るようじゃ務まらないさ。ともかく今後は悪くなる一方だ。気をしっかり持たないとな。なあスバル君、このまま夕日のことを君に頼んだままで良いのだろうかね。だが君だってきっと手一杯だろう。これ以上頼るのはどうかと思ってな。なら無理することはないさ。ではこれからもよろしく頼む。君がやれる範囲で構わないから。あの子は僕ではダメなんだ。やっぱり君といる時が一番幸せそうだ。二人とも何のお話してたの？失敬な、スバル君。そんなはずはないぞ。そっか。あ、私にもちょうだい。なあ、ちょっと待ってろ。夕日はそんなにシロップを入れるのか？喫茶店の娘としては敗北だな。育て方を誤った。ガンちゃん、ミルク。最初からアイスカフェオレとかにすればよかったな。私、お父さんのコーヒー好き。スバル君、頼むよ、本当に。ねえねえ、カンちゃん、今日の晩ご飯は私も手伝ったんだよ。
うん、自信作多数。ゆうちゃんもいつの間にかお料理上手になってたのよ。お魚を下ろしたの私。ゆうちゃん、美味しくできている。本当？ありがとう、おじちゃん。ねえ、かんちゃん、今度は何が食べたい？中華か。そうだ、ゆうちゃん。中華麺って自分で打ったことある？ラーメンとかに使うやつ？そう、ラーメンだけじゃないけどね。やったことない。じゃあ今度私と手打ち麺作ってみる？あ、うん、やりたい。それできちんと中華っぽい料理を作りましょう。うんうん。ばあちゃんも一緒にやろうよ。今週中に材料揃えておくわ。来週にでもやりましょう。うん。なら、その日は早く帰ってくることにしよう。スバルくん。夕日を探しに来たんだけど、おばさまのお茶に遭遇しまして。わかってるわよ。はいはい。ありがとう。
やめようよ、スバルくん。辛いなら、もう見なければいいじゃない。こんなもの、泣きながら、見なくたって、いいじゃない。泣いてるのよ、スバルくん。絶対にそんなことにはならない。私が保証する。私のスバルちゃんは絶対にそんなことする子じゃない。私はそれを知ってるもの。大丈夫。きっと私たちがあなたをつなぎ止める。だからスバルちゃん、もし逆に私たちがそうなりそうだったら、あなたがきっとつなぎ止めて。約束だよ。私たちがあなたをつなぎ止める。ガンちゃん、もう寝た？もし逆に私たちがそうなりそうだったら、あなたがきっとつなぎ止めて。
塗装とやって。じゃあ我慢する。昨日が特別、もうすっかり元通り。うん、普通が一番。お星様とかいろいろ大変だけど、夕日は元気です。ガンちゃん、最近おじいちゃんのところに行かないけど、どうしたの？
あ、もうやめたとかじゃないんだね。温泉やめたら新しい水着買いに行けないから。私もお腹減った。ガンちゃんと遊ぶ暇がない。素晴らしい。素晴らしい。夕日さん、元気になったんですね。
何かきっかけ一つでドミノみたいに全部ひっくり返るんです。ドミノ倒しの張本人は何を言っているんですか。私のドミノ倒したのは足屋さんですよ。至極あっさりと。ともかく何がきっかけになるのかはその人次第です。のお星様はどの辺に出るの？ですね、今の季節、夜になってすぐぐらいには北東から南西にかけて天の川が流れます。ちょうどこの向きです。知ってる、その川の岸にいるんだよね。はい、そうです。その季節だと織姫は多分私たちの頭の上で明るく輝いているはずです。へえ。じゃあ彦星は？天の川を挟んで織姫の反対側でひときわ輝く星がそうです。同じ時間ならちょうどあの辺りかな。ありがとう。夜になったら探してみる。二人は何か願い事があるの？私はね、みんな元気に頑張ろう。私はまだ決まってません。青葉さんは？私？私は…足が速くなるようにかな。ルンちゃん何なの？Thank you.
そうなると笹飾りぐらいは用意したいわね。でも七夕飾りのこととかすっかり忘れてたわ。今年は見送りかしらね。残念だけど。あ、それは残念です。みんな、おはよう。今日の連絡だけど、また例によって自習の授業のことからね。なんだか近いうちに本当にそうなりそうなの。だからなのかな、先生たちも休みが多いの。混乱のせいで本土からやってこれないってのもあるんだろうけど。今日は1、3と6時間目が休みね。他はなんとかやれそうな雰囲気よ。でも体育の先生はいないから、私たちで何か運動してみましょう。だから厳密には実習は4つってことになるわね。じゃあ運動会の練習しよっか。運動会やるのかな。私はまだこっちに回ってきていないわ。忘れてるだけなのかもしれないけど。じゃあ分かりませんね、やるのかどうか。そうね。足屋？どうしてだ？意味ないかもしれないんだぞ。やらないとき？そうなるんじゃないかな。やろう練習。みんなでじっとしてるの私や。私もその方がいいと思います。分かったわ、そうしましょう。運動会はある、そういうことにしておきましょう。